ひどいよね、こんな誹謗中傷ですよ。まあ明らかに大人がやってますよ。弁護士に相談しました。警察に力を借りるしかありません。逮捕されちゃうんじゃないの。だからで待ってたら電話かかってきたんですよ。かかってきて、はい、Hello there、 始まりました、ムリツチャンネルです。さあ今回なんですけども、はい、嫌がらせのお手紙が届きましたね。はい、まあなんだろうね、軽い気持ちでやったのか、それとも違う結果を望んでいたのか。まあね、この YouTube のチャンネルで取り上げてくれたら嬉しいなと思って送ってるんだったら成功ですね。はい、あなたの望みは叶いました。叶ったけど、まあおそらく You'll be in trouble ですね。はい、結構大変なことになると思いますよ。あなたの犯した罪は結構大きいと思いますので、怯えててください。はい、ではどういう、ものだったのかですね。いやもう本当にさ、読むのもはばかれるようなですね、内容です。はい、でもまあ楽しいのかな、視聴者はどうなんだろう。読みますか。その後ですね、弁護士 YouTuber のですね、はい、井上先生にも相談しまして、すぐに井上先生にお返事いただきまして、あの名だ出て東大入ってね、優秀な弁護士さんでございます。読みますか。はい、武田塾国立小森田哲也さんは背景初秋のほど、はい、私漢字読めませんのでこういうのやめてください。記者におかれましてはますますご清聴のことと、お詫びじゃないよね、これ、お喜び、お警備じゃないよね、申し上げますと。はい。ね、やめてください、そういう感じ、読めない私に。最近の森田様の活動を拝見させていただき、あなたのような素晴らしい人材が、顔でか小太りのなんちゃってフランチャイズ野郎である林代表取締役の傘下に入るような器ではないと感じております。うちの塾長を悪く言うな。全くひどいこと書くでしょ、ね、え、うちの塾長はもう本当でも天使のような優しさですから、はははははっていう感じでね、笑ってましたけど、ひどいよね、こんな誹謗中傷ですよ。なんていう悪口と。今後の活動におかれましては、アメリカへの進出もご検討とのことですが、すべてにおいて弊社が個別にコンサルテーションをさせていただきたいと考えております。なんだって感じだよね。弊社で学歴ロンダリングのあなたにも分かりやすいようにサポートいたしますので、ご興味がございましたらご連絡ください。誰が学歴ロンダリングだ。その通りだけどっていうね、あなたのような才能の方が林塾長のもとに疲れるのはみたいなこと言っといて、最後ちゃんと私も下げるっていうですね、まあこういうふざけたメッセージを送ってきたんですが、まあこれだけだったらですね、もうネタにしてはっはっはっはみたいな感じで終わるんですよ。だって別にあの塾長だってすっごい心の広い人ですから、そんなの面白いっつって、ね、ネタにしなよっていうのはいいんですが、そうですよね、弊社がって書いてあって、こんなの送ってくる会社あるわけないですね。そうです。ということで、この書いた人とは別の会社の名前が書いてるわけですよ。住所だったり連絡先だったりが載ってるわけです。だからさもその会社が僕屋で塾長の悪口を言ったかのように書いてるわけでしょ。これが大問題ですね。ということで弁護士に相談しました。果たしてこの嫌がらせ、一体誰の嫌がらせなのかっていうのもあるけど、塾長なのか、まあ、全員か、僕か、そしてこの会社にですね、なんで弁護士の井上先生に聞きました。まあ、さらにはまあこれ会社のね名前を勝手に語って悪いことしてるわけじゃないですか。だから会社にもお電話をいたしました。すごく丁寧に対応してくれましたよ。ということで、どういった感じで帰ってきたのかっていうのをですね、それぞれちょっと話したいかなと思います。はい、罪についてはですね、もしこの会社の名義で多数のハガキをばらまいているとすれば業務妨害罪の可能性があるかもしれないと。調べたら僕以外にも送ってたんで、だから、業務妨害罪の可能性はありですね。で、僕を被害者とする罪についてはこの1つだけだと刑事罰は難しいですが、繰り返し送付される場合は同じく業務妨害と
ストーキング関連の条例違反でいけるかもしれないと。ああ、ストーカーとかのやつですかね。で、直接投函されたのではなく郵便で届いたのだとすると民事では行為者特定は無理だと思いますと。もう民事では無理なんですね。警察に力を借りるしかありません。ああ、ということは刑事なんですね。なのでこの会社が同じようなハガキを受領した人がいるのであれば連絡を取って警察へ相談というのがまあベストな対応になりますと。はい、といったことで民事ではなく刑事の問題になるんですね。これね、逮捕されちゃうんじゃないのだから、そして、会社の方に、お電話をしました。そしたらですね、すごく丁寧に、あ、そうなんですか、そんなことがあったんですねみたいな、じゃあちょっと上の者と今相談しまして、ね、折り返しお電話差し上げますって言ってきて、あ、はい、ありがとうございますって言って、あ、別にそんなね折り返しなんかなくてもいいなと思ってたんですけど、わざわざそんなね、どうせだってこの会社がやってるわけないわけで、こんなひどいことを企業の人が書いて送るなんてことありえないじゃないですか。で、待ってたら電話かかってきたんですよ。本当にかかってきて、で、申し訳ありませんって言って、というようなことがありましたっていうふうにね、言ってたんですよ。で、他にも連絡をいただいておりまして、というふうにすごい親切丁寧に対応していただきました。本当にありがとうございます。なんかもう、なんかすいませんすいませんって言ってるんだけど、だってそこは何にも悪くないじゃないですか。何にも悪くないのに、すいませんすいませんって言って、あ、なんか、いや、本当お手間を取らせてしまい申し訳ありませんみたいな感じでこっちもね、言って、いやいやいや、ね、この弊社の名前でなんか ご迷惑をおかけしてしまいまして、いやいやいや、記者がやったことではないですから、そんなこれをねやった人が悪いのでみたいな感じの、なんかお互い謝るみたいな対応したんですけど、すごい親切丁寧に対応していただきました。連絡して手間を取らせてしまってすいませんみたいな感じになっちゃいましたけど、まあ、この会社が何かしら分かんないです、被害届とか出すのかどうなのか分かんないですけど、まあ、何かしらね、警察に行くしかないんですもんね。だから警察に行って対応が行われるかもしれないということです。まあ全然分かんないですけど、私、まあ、進展があったらお電話差し上げますって言ってたんですけど、はい、そんなことがまさかありました。こんなことってあるんですね。いや、だからいたずらだったのか、それだったらね、ちょっとやめてほしいというか、やめた方が良かったんじゃないですかって感じですよね。まあ明らかに大人がやってますよ、こんなことかけるわけない子供が。ただね、節々ね、やっぱね、ちょっと頭の悪さが出てる、文面にね、わかるんですよね。本とかね、いろんな人の添削をする人間なので、文をちょっとね、うんって思う言い回しとかもある。まあわかりません。その進展があったら連絡、動画にはしない方がいいような感じだったら、まあしないとは思いますし、逮捕されましたみたいにね、なる可能性もあるかなとは思ってます。まあそうね、これをそっとしておいた方がいいのか、動画にした方がいいのか、ちょっとね、まあ悩むとこではありましたけど。まあ一応 YouTuber というので、出させていただきました。やめてください、こういうことは。はい、やめなさい。捕まっちゃうかもしれないですよ、本当に。これ軽い気持ちでやってたんだったらね。はい、ということです。はい、ということですので、まあ今回は何でしょうね、注意喚起っていうのもあれですけど、まあこんなことする人はあんまりいないと思うんですけどね。こういった事件がありました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.